冬の海って静かでいいですよね。まあこんな遅い時間じゃ誰かがいる方がおかしいかもしれませんが、なんだかこうしているとこの世界に私とあなた二人だけしかいないみたいですね。今日の水族館とても楽しかったです。特にあの白イルカ、小鳥みたいにピヨピヨ鳴いてとっても可愛らしかったですよね。あなたといえば子供みたいにはしゃいでたと思ったら、急にクラゲの水槽の前で立ち止まって、その後ずっと眺めていましたよね。楽しそうに笑ってるあなたが本当に可愛くて、そんなあなたを見てたら私とても幸せだなって思えたんです。あなたといると楽しくてあっという間に一日が終わってしまうんです。見てください、月の光が反射して月の道ができています。そう、月の道、願い事がこの道を通ってお月様がその願いを叶えてくれるんですって。もし叶えたいことがあるなら、こうやって手を合わせて心の中でお願いしてみたらどうでしょう。随分と真剣に祈っていましたね。私は何も、いえ、あなたの横顔を見ていました。というよりかは見とれていたの方が正しいでしょうか。とても綺麗で、つい、そういえば寒くはないですか。じゃあこうして後ろからあなたの耳、とっても熱くなっています。こうやってあなたにくっついているととっても安心します。私、あなたがいない生活なんてもう考えられないんです。あなたのことがとてつもなく好きです。今日は返したくない。